はい、どうも、サボです。テンションが高いのとテンションが低いのが2つなんですけど、まあ、まずちょっと風邪治ってきたっす。何あ、よく切れるオリーブがいいでしました。はい。ね、今日はね、まあ、ちょっとね、うるさいぞ、オリーブ。うるさい。はい、で、そう、リスナーさんからプレゼントが届いたのと、まあ、今年のね、確定申告がね、もうなんか月2日じゃねえわ、月1月半分ぐらい国のために働いたんじゃないかなってぐらいの、まあ、額が取られそうなんですけど、まあそれはさておき、まあリスナーさんからプレゼントが届いたんですけど、まあ、めちゃめちゃレアなやつで、ZOZO から来るっていうね。ZOZO から来る。こっち見せらんないんだけど、これ取っておけよって話やな。これ編集の時ちゃんと見とかなきゃ。ZOZO から来ました。ダンボールが。はい、これ ZOZO ね。大丈夫だ、ここ。ヤマト、天地無用。あ、天地無用なんですか、これ。本当に？やらかした。ZOZO でしょ。で、事務所から送り返してもらってるんで、うるさいで、雑貨って書いてあるんだよね。そう、僕の Twitter にある住所は事務所の住所です。まあ、ちなみに六本木だからといって、ウームではないです。こういうのいいよね。横から開けられるようになってっから。はい。で、このね、ゴミをしっかり捨てないと、後々困るというか、年始に掃除したのに戻ってる。あ、やばい、やばい。すごい。お手紙が入っている。お手紙が入っているし、水君来公園亭でね、テープやってくれてるっていう。中身については、まあ、僕だけでね、はい、これが生きる糧になるんで、やばそう、やばいわ、これやばいわ、やばい、離れてる、やばい。はい、これ GU のやつなんだけどはい、これめっちゃいいよね。いや GU これさ、破格だぞ。そしてもう買えないんだよ。そう、レアすぎて。転売ヤーの温床ですよ。これ、XL、2XL。通称2ペケって言います。はい、2ペケ L なんですけど、ペケが2つで2ペケ。GU の2ペケはね、本当に手に入らないよ。これは。これだって店頭に置いてないもん。ZOZO だからあったんだろうね。よく見つけましたね、通貨。これ探したのになかったよ。ZOZO は考えてなかったわ。あ、しかもこれめっちゃいいわ。これフーディーなんだけど、わかります？この紐ついてないタイプなんだよね。紐ついててもおしゃれなんだけど、ついてないものがあってもよくて、最近紐ついてないやつ探してたんですけど、パーカー。これ偶然紐がついていないっていうね。まあ、紐あったらあったで、自分で靴紐とか通して、いろんな色にできるからいいんだけど、ないのも最近スマートなんよ。で、ピンクだよね。黒ピンクは映えるぞ。これはおしゃれだよ。これ2000円ちょいでしょ。これはすごいアイテムだ、うん、こんなん1万6000とかしますからね、これこのスウェットよりさ、このスウェットよりこっちの方がおしゃれ説あるよね。これがさ、1万5000、これ2万ぐらいするんですよ、このわけわかんないやつ。こっちの方がおしゃれだよ。プレイステーション炊いててね、ゲーマーとしてもいいし。やっぱこのピンク攻めたよな、急に。めっちゃ喋るやん。ちょ、これ来て次の商品を紹介します。うわ、めっちゃ可愛い。紺色じゃない、ポテチ茶色、ズボン。あ、いいね、サイズ感も。まあでも 2XL にしたらちょっと短めなんだよね。GU だから。まあいいんだけど。ここ。あ、わかりますよ、この。ゆとり。これです。これが僕のトレンドです。この、ここです。この膨らみが大事。だから最近、その80年代とかの服よく買うんだけど、このぐらいの丈で、ここがもっこりしてんのが最近可愛いんですよね。まあ、これ、うわ、めっちゃ可愛いけどし、インナーダサい。今日インナーダサいぞ。
今日のインナーはあの考える女の子たちっていう T シャツなんだ。インナーが出ててください。あ、かわいい。あ、これはいいわ。こんなに良い。というわけでね、まあ、あのレターの方も読ませていただきます。あとでもう一個買ってしまった。これは僕へのプレゼントだ。はい、ソロワイヤレス、あ、ソロ3のワイヤレスで、これちょっと安いモデルなんですけど、2万円ぐらいで、これめっちゃおしゃれなんです、今で。これがね、最近クラブエディションっていうのが出て、このビーツのヘッドホン、クラブエディションっていうのが出て、これ白いじゃないですか。ちょっと開けていきます。ビーツですからね。ビーツはね、あんま知らない人いると思うんだけど、あのアップルの傘下だね。アップルの傘下です。はい、行きます。うわ、ビーツだ。まあ、そんな高くない。うん、何度も言うけどそんな高くはない。あのね、ビーツはね、かっこいいよ。取扱い説明書が、ぜひ皆様にビーツのね、イヤホンの良さを知っていただきたい。まあ、イヤホンの話もするんだけど、ちょっとまずヘッドホン、これがね、2万円ぐらい。1個上行くとビーツのスタジオっていうやつになるんだけど、ダサい。ダサいんよね、ビーツのスタジオね。うん、ファッション性はちょっとない、ちょっとダサくて、これがね、このでかさに入るの、手の、僕ちょっと手でっかいんですけど、この手の大きさに入るんですよね。その手の大きさ、手の甲ぐらいの大きさに入るんだけど、クラブエディション、この中が赤いのと、あと、いろんな色あります。で、この、こう動かした時に青が出てくるんだよね、このインナーカラーで。これがオシャレ。これがオシャレなんで、パーカーがね、来たのでね、もう完璧ですよね。完璧です、これ、今日で。ありがとうございます、本当に。完璧でございます。で、この、ビーズのね、ソロは本当に手出しやすくて、1個下はね、鼻くそ。1個下のモデルもある。なんか音はここから始まるみたいなやつあるんだけど、あれカスなんですけど、これは本当にね、男女使いやすい。で、この色だけじゃない。もう全部出しておく。あ、これビーズのあれですよ。案件じゃないですよ、ちなみに。で、このクラブエディション以外にも、スペシャルエディションとか、あと、なんだっけな、プロじゃないな、なんとかエディションっていうのがあるんだけど、ポップエディションかっていうのがあるんだけど、ポップもめっちゃいい。女の子だったらパープルピンクがすごく良くて出してると思う。で、今、クラブのやつが、4種類ぐらいあって、なんかもうマホイップみたいな色なんだよね。うん。まだ治ってないわ。そう、レモン色と水色とか、で、インナーが赤になってたり、まあ、藍色と、まあ、なんだろうな。こんな感じの色が多分出てると思う。中赤いんだけど、外側が、藍色みたいな、うん。そういうね、僕好みの色って感じですよね。なんで、パワービーツのね、パワービーツじゃねえわ。ビーツのワイヤレス3の、なんだっけ、クラブエディション。最近出てるんで、まあ、これ2万ぐらいだから、まあ、自分のご褒美ぐらいの感覚でできるかな。で、音質もめっちゃいいです。ビーツなんで、そこそこ、まあ、そんなにハイエンドじゃないから、ミドルがよく出るよ、みたいな。なんて言うんだっけ？忘れたけど。だから、なんかドラムもなんか、ドッ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 って聞こえるものが、ってくる感じのね、重い音になって、音が結構、綺麗になるのかな。で、この1個上のスタジオってやつは、もうすごい。もうノイキャンもついてるし、これノイキャンついてないんだけど、やっぱデザインで買った。ノイキャンがすごくてね、もうね、スタジオですよ、あれは。すごい綺麗に聞こえますが、ちょっと色がダサいんだよね。普通なんだよ。だからこのなんかちょっと一風変わった、ね、色合いのエディション欲しければ、ぜひ、ビーツのワイヤレス3、2万円ぐらいで買えるんで。で、ビーツはね、パワービーツプロって今出てると思う。で、パワービーツプロは完全ワイヤレスのイヤホンで、まあ、なんかビーツと、エアポッツの中間みたいな。うん。一緒に開発してんだけど、これがね、最高。スポーツ、普段使い。
もう最強です、あのイヤホンは。ノイキャンがついてないね。パービスプロは値段が26,000で、今24,000ぐらいになってるんだけど、あれほどいいものはないんだけど、やっぱノイキャン欲しいなってなると、AirPods Pro。最近発売した。ただね、ダサいよ !AirPods は。うどんはダサい。うん。あの、パービーツはね、めっちゃかけられる。だから、パービーツプロじゃなくて、パービーツもね、こういう色合いのもの多いんで。まあ、いや、あの、コードついてんだけど。いや、コードをね、最近コードついてるイヤホンの方がエモいぞ。この感覚わかるかわかんないですけど、コードついてる方がおしゃれな気がしてきたね、逆に。まあ、これ反発精神なんですかね。まあ、パワービーツはこうかけて、耳にかける式で、最初は耳痛いなって思うんだけど、どんどん慣れてきて、めっちゃいい。あと充電がね、超早い。これも超早いね。確か3分充電すれば3時間聴けるんですよね。なんで、ビーツだけに限ったことじゃないんですけど、最近のワイヤレスイヤホン、本当に充電が早いから、やべ、充電忘れてたっつって、歯磨いてる間に、通勤分の時間ぐらいは曲聴けるんですよね。それがすげえよ。なんで、まあ、おすすめはビーツのヘッドホン。ヘッドホンじゃねえわ。ファービスプロを先に。これも完全にカッコつけだからね。カッコいいじゃんだって、これも。高校生に戻ってる。うん、そんなこと言うな。はい。というわけでございました。今日買ったものとプレゼント紹介しておく。見ました。最高です。ありがとうございます。本当に。これ本当に最高。もう、やばいわ。うん。何万するパーカーよりいいもん。うん。ストゥーシーのパーカーより良いわ。価値はね、値段じゃねえってこと。はい。ご視聴ありがとうございました。